死ね。魔漢光殺法。私たちは時の巣からこういう風にあなたにアドバイスを送るからね。せっかくの初登場シーンはえらく縛られてきたが、この話は一旦後回しじゃの。この歴史は本当なら悟空とピッコロが二人がかりでラディッツを倒すところじゃが、そのラディッツ本人の音は自分が強くなっちゃってるみたいね。悟空たちがとどめをさせるようにラディッツを倒すんじゃ。世界征服に乗り出たばったつもりだ。手が限界だ。あいつに避けられないようどうにかして止めろ。ここの訳を与えるさまをだ。この地を止めるまで死ぬ気で食い止めろ。なんだ